文字入力についてご紹介します。 au メールを使って文字の入力方法を見ていきましょう。 au メールアプリをタップして開きます。タップとは画面をトンと軽く触ることです。アプリでは au のメールアドレスを使ったメッセージのやり取りができます。新しいメールを作成するときは画面の右上にある作成マークをタップします。本文を入力という項目の空白をタップすると画面の下からキーボードが表示され文字入力ができます。文字の入力方法はいくつかありますが、一番使用頻度が高い日本語かなでの入力方法についてご紹介します。今日は2日と入力してみます。今日の「き」を入力する場合、「か」の行を「か」「き」と2回、「よ」は「や」行を「や」「ゆ」「よ」と3回タップします。小さい文字にする場合は「ま」行の下にある「小」のボタンをタップします。は、あ行をあ、い、うと3回タップします。するとキーボードの上に漢字の変換候補が表示されるので、そこから選択します。同じように2日と入力すると変換候補が表示されますが、数字は左列一番下の文字ボタンを2回タップするとキーボードが数字に変わるので、そこから入力することもできます。またキーボード左列の顔マークのボタンをタップすると絵文字の一覧が表示され、いろいろな絵文字を入力することが可能です。文字の種類ごとにページが分かれており、それぞれのアイコンをタップするとページが切り替わります。お好みの絵文字をタップすると入力ができます。間違えた文字などを削除したい場合には、キーボード右列の×ボタンをタップするとカーソルの左側の文字から削除されていきます。文字入力で使用するキーボードの種類についてご紹介します。携帯電話のキーボードと同じ日本語かな、パソコンのローマ字入力と同じ日本語ローマ字、キーボードを切り替えるにはキーボード画面左上の設定マークをタップします。するとキーボードの設定が表示されるので、キーボードタイプから使いたいキーボードをタップして切り替えることができます。以上、文字入力についてご覧いただきました。